こんにちは。こんにちは。井上です。金子です。今日はですね、SNS でまたバズってる、2週間で6キロ痩せる全身運動をちょっとご紹介したいんですけど、はい。その前に、一つお知らせがありまして、第5弾、書籍、販売いたします。5弾、そんな出しますか？今回、この、痩せる姿勢という本をね、執筆したんですけど、うん、この本、僕的には、今までの中で一番面白いんです。読ませてもらいましたけど、はい、すごい見やすいし分かりやすいし、はい、体のメカニズムというか勉強にもなりますね。この本の大枠はですね、まずこのなんか最近体のラインが昔と全然違うなみたいなので、写真撮って自分の体型見たら思ってるのと違うみたいな悩みをちょっと漫画になってて、それをどう解決していくかみたいなのが書いてあるんですけど、これ強さですか？これ僕です。おお、可愛く。あと結構伝えたい内容がいろいろ盛りだくさんなので、国民総ストレートネックの時代が来るよ、僕なりにいつも思うことがあって、それをつらつら書き連ねてるのと、スマホ首と PC 首、僕結構一番伝えたいんだけど、ストレートネックって一言でみんな同じだと思ってるんだけど、ストレートネックでも形違うじゃん、はい、ストレートネックがどういう体への不調の影響を及ぼすのか、実はこういう風に原因がありますよっていうのを書いてるのと、骨盤の形で姿勢っていうのの悪さのジャンルがありますよっていうことだったり、こういうのも書いてあります。あとやっぱ整体で働いてて結構お子さんとかをやる機会多くなかった？はい、多かったです。僕も一つ問題だなと思ってて、うん、お子さんとかいらっしゃる方はそれぞれ悩んでる方も多かったから、統計を取ってみたらこんなにお子さんの肩こりは問題になってますよっていうことがグラフで書いてあったり、スマートフォンの保有率とかこういうのからどうして今の姿勢が作られてるのかっていうのをね、ちょっと僕なりに導き出したって、ね、書いてありますから、この本明日から全国書店で販売なんですけど、この動画の概要欄からいち早く購入できますので、ご興味ある方はぜひこの本をお手元にということで、本の告知だったんです。はい。そんなことはいいんだと、痩せたいんだと、そういう方もいらっしゃると思いますので、今日は2週間で6キロ痩せる全身体操をご紹介しますので、ぜひ一緒にやりましょう。それではいきます。はい。このように足をがっつり開いて、中腰になったらですね、拝みます。はい。伸脚します。くっと。その時に、左手をつく。で、右手を空に掲げる。で、また拝んで、体重移動して、右手ついて、そうです。はい。伸脚した方に体を向けてひねっていく。そうです。体重移動して、そうです。いいですね。はい。これ40秒いきます。はい。よーい、スタート。こっちからいきます。はい。伸ばして肩甲骨を寄せる。ほらね、膝を皆さん伸ばすことを意識して、キュッと手ついてパン。はい。これ何秒って言いましたっけ？40秒。40秒か。はい。よしよしよし、もう終わるよ。よし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 。秒数とか気にしないで。気にしません。はい、うん、気にしません。あなたは見本だから。まず形をしっかり、僕の意識することは形。そう、あなたがなんか一番チャレンジャーみたいになってるけど。確かに。あなた見本だから。見本です。私は見本です。はい。しっかり皆さんのお手本でなければいけない。そうです。何秒とかじゃないの。そうです。みんなと同じだから、それ。確かに。最後。はい、最後こっち行って、ぴょん。はい、 OK です。いいね。このように膝立ちになります。腰に手を置いて、右足を一歩フォッと踏み出したら、左手をグッと伸ばす。で、戻して、今度左足をグッと一歩前に出して、右手をグッと。そうです。これをこう、まるでこう歩いてるかのように、ドーンと。はい。足出して、ドーン。そうです。これを交互に繰り返していきます。はい。ドーンと。40秒いきます。はい。よーい、スタート。足を踏み出して、ドーン。はい。はい。足を踏み出して、脇をギューンと伸ばす。いいですね。はい。はい。足の方に体重をグーッと寄せる。あ、ちょっとこう前に。そう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 。この時に皆さん、体重を前にグッとやってから、そうです。ああ、いいですね。はい。前にグーッと行って、そうです。すごい。よくできますね。ありがとうございます。もうお手本なんで。あなたに言ってるんじゃないの。俺みんな今見てる、やってる人に言ってる。あ、そうですよ。そうですよ。僕が褒められてると思ってた。いや、あなたじゃない。ああ。とか言って、やんないで見てる人いるかもしれないけど、意外とやんないで見てますみたいな言われることあるから。はいはい、確かに。はい、OK です。おっしゃ。そしたらですね、膝を開いてしゃがんで拝む。その状態から立ち上がってつま先を持つ。で、つま先をキュッと上げる。キュッで戻す。立ち上がってつま先を持って、つま先をギュッとかかと重心にして戻す。はい。これ40秒いきます。40秒いきましょう。いきます。よーい、スタート。立ち上がってつま先持ってかかと OK で座って、立ち上がってかかつま先キュッとやって、すごい、ふくらはぎからもも裏までそうビーンって伸びますね。スクワットやってる時にストレッチってできないでしょ。
できないっす。これスクワットやながらストレッチできるんだよ。すごくない？ハイブリッドな。すごいと思うんだよね。つま先をキュッと上げる。できるかな、みんな。こう、こういってギューンって。ギューンと。そう、こんな感じで。はい。こういってギューンってつま先持って。はい。はい。こうやってつま先を持ってかかと重心。よし。そうするとね、伸びるもんね、後ろがビーンって。めっちゃ伸びます。はい、OK です。はい。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。すごい心地いいです。足の疲労感は結構ありますか？あ、まあありますけど、いや歩けねえこの後とかっていう感じではないです。いつもその感じで階段行ったらなんかああみたいな、ね、確かに。けどでもなんとなくやっぱ心地いい疲れっていう感じ。まあ本当2分程度ですからね。肩甲骨も骨盤も全体的に動かしたんで、姿勢改善にはめちゃめちゃいい運動にもなるけど、確かに痩せたいという方にはもってこいの運動になりますので、本でも書いてるんですけど、やっぱ姿勢というものがその人の美しさを表すじゃないですか。はい。なのでいつまでも綺麗にいていただくためには姿勢とシルエットとても大事になりますので、整えていきながら痩せ体質を作っていきましょう。そしていつまでも美しく綺麗になっていてください。このようにアピアンス TV では、今でも綺麗でいたい、いつまで若くしくいたい、そんな方々が増えてほしいと思いで動画をお届けしてますので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。